で、いよいよ、ここから、マルクスの基本定理。前、生産手段と消費財と、世の中には2種類しか財がありませんっていう単純化をして、で、そのケースに関して、まあ、中学校の、数学みたいなやつで、証明しました。利潤が存在するということは、労働が搾取されているということであると。オキシオノボが、証明した、マルクスの基本定理ですね。そのお話をしましたが、これを、今日は、この一般的に、行列を使って、世の中には N 財、財がありますという、そういう一般的なケースに関して、これを証明したいと思います。で、まあ実はこの行列を使うとですね、ほとんど詐欺みたいに簡単にできて、必然につままれたような話になるんですが、まあともかく、ちょっとそれをやってまいります。で、このためには、価格とか、賃金とか、利潤が存在しているということはどういうことかっていう、まあそういうことを、まず表さなければいけないので、それからまずお話をします。利潤の存在っていうのは、どう表しましたか？その利潤の存在も厳密に言うといろんな表し方があるから、この場合、全部もんで利潤が存在する。そういう条件ということを考えてみることにします。で、第I財の価格を PI というふうに表すことにします。で、それから、貨幣賃金率を W で表します。労働一単位あたり、いくら賃金として報酬がもらえるかということです。で、こうしたときに、実質賃金率ですが、これは労働を1単位、提供したら、その見返りとして W という賃金がもらえるんですが、それで具体的に財をどんなものを買うか、全部財を買うとしてですね、それぞれどれだけ買うかっていう。で、それを実質賃金率というふうに表していて、で、これが前R で表してましたから、それ習ってですね、第1財を R1、第2財を R2、第N 財を Rn まで買うというふうにしましょう。当然これ、中には労働者が買わない財もありますので、0はあっていいんですね。0はあっていいんだけれども、どれかは必ずプラス。プラスの財はあるんだけれども、0で買ってもいいということですね。これは実質賃金ですというふうにする。で、そうすると、全部門で利潤が存在するというのはどういうふうに書けるかというと、例えば第1部門で利潤が存在するというのはどういうふうに書けるかというと、第1部門を1単位生産して売りました。そしたらいくら入るか。P1 入ってきます。で、これが収入になるんですね。1単位生産した時の収入。で、一方、1単位生産するときのコスト。コストはどんだけになるかというと、まあ、第1台を1単位生産するためには、第1台自身を A11 投入します。で、それを1台あたり P1 で買いますから、P1A11 の、第1台の投入コストがかかります。で、さらに、第1台を1単位生産するためには、第2台を A21 投入します。で、それ1単位 P2 の価格、値段がかかりますから、P2×A21、これだけ第2財の投入コストがかかります。同じく、第1財を1単位生産するためには、第3財を A31 投入します。第3財1単位あたり P3 の価格ですから、P3A31 の第3財の投入コストがかかります。というのがずっといって、PN、AN1 まで。で、プラス、労働がかかる。労働はタウ1、直接に必要で、そこに W の賃金がいるということですね。W タウ1。こうなる。で、これが1単位あたりの投入コストで、これよりも価格の方が大きいですよ、ということですね。これが利潤が存在する条件になります。同じく第2財も、第2財を1単位、生産するのに必要な第1財の投入量が A12 ですから、それに P1 かけた。こんだけが第2財を生産するときの第1財の投入コスト。同じく、P2、A22、P3、A32。で、ずっと言って、PN、AN2。プラスで、労働がタブ2かかりまして、W の賃金ですから、W タブ2ですね。ということで、ずっと言って、PN が大なり、P1、A1、N、P2、A2N、P3、A3N、ずーっと言って PN、ANN、プラス W、タウ N。こういうふうになる。で、これだけ部門が存在してて、N 部門あって、で、全部でこう、利潤が存在してますっていう話。で、その後その実質賃金率っていうのはこうなりますっていう話ですから、ちょっとこれで定義を変えておかなければいけなくて、要するに W という賃金で物が買えて、こんだけ物が買えますよということですから、W という賃金で、
こんだけ物が買える。で、それぞれ値段が PH、P2 って、なってますから、P1、R1 プラス、P2、R2 プラス、P3、R3、というのをずっと足していって、PN、RN ということですね。で、式としてこんだけですね。こんだけで、全部のデリジョンが存在しているということを表すということになります。で、これを再び行列で表すわけなんですが、これ行列で表すとこんな風になるということですね。P1、P2、PN。これが第何？P1、P2、PN。A11、A12、A1N。という感じでずっといって、こんなになるということですね。まあ、これも、もう随分慣れたと思いますので、あんまり説明しなくてもいいと思いますけども、P1×A11 たす P2×A21 たす P3×A31 たすずっといって、PN×A21 というのがここですよってことですね。で、それに、W、Tau1 ですね。それが P1 よりも小さいですって、この1行目のやつが、これを表します。同じように、今度は次に2列目。P1×A12、P2×A22、P3×A32、ずーっといって、PN×AN2、それに W、Tau2 ですね。足したやつが P2 よりも小さいですよ、という。これも。まあ、ここからここまでをずっと表したのはこれだけ。で、最後のここですが、これは、W イコール P1、P2、こういうベクトルに、R1、R2、こういうベクトルを掛け算したものというんですね。P1×R1、P2×R2、P3×R3、ずっと掛け算して、PN×RN まで、それぞれ足したものということですね。最後の式はこういうふうにベクトルで表せる。例によってこれをですね、一つの記号で書いて、太字の P。で、これは A でした。で、これがタウでしたね。この P は価格ベクトル。で、これがこういう、これも縦ベクトルですね。これは実質賃金率ベクトルと言いますが、実質賃金率バスケットという言い方をしますね。イメージいいですか？その、労働一単位提供して、その見返りでどんだけ物が買えるかっていうのを、なんかこの、物を詰め合わせたバスケットでイメージしてるということですね。で、実質賃金率バスケット。まあ、実質賃金率ベクトル、言ったりもしますが、こういうふうに表せます。なので、これは結局、2本の式ですね。E 大なり EA プラス W タウというやつと W イコール P ラージャン。こういう2本の式で、結局今の話というのを表せるということになります。ここまでよろしいでしょうか。正確に言うと、こういうふうにですね。こうなる強制の P が、存在するという。これが最初の、リジョンが存在するという条件です。正確に書くと。なので、むちゃくちゃな価格をつけると、もちろん、どっかの部分はマイナスのリジョンになると。損を出すということはあり得るわけです。だけども、なんか適当な価格の付け方をすれば、全部の部分でリジョンが存在するということはできますよという意味です。はい。で、それで、今我々は何をしようとしているかというと、マルクスの基本定理を出そう。つまり、こうなる条件は何か、これが成り立つ条件は何か、ということを、まあ、やろうとしています。こうなりますね。まずこれ、左辺に移行します。こうなります。で、例によって P でくくるということをすると、こういうふうになりますね。こうなります。よろしいでしょうか。で、一方、投下労働価値の定義式がありました。また同じように、この TA を左辺に持っていきます。で、T でくくります。で、ちょっと W をかけときましょうか。そうするとですね、これとこれ同じもの、これここに代入しますと、こういうことになります。よろしいですかね。で、総生産と純生産の関係ってこういうやつですね。で、これ左辺に移行すると、こうなって、X で送ると、こういうふうになりますね。そうするとですね、今、純生産ベクトルとして、この実質賃金率ベクトルを取りましょう。これも純正のベクトルですから。で、ホーキンス・サイモン条件とか、純正であるような、ありとあらゆる Y で、純正の X が存在するということですから、純正3ベクトルとして、実質賃金率ベクトルを取ると、ホーキンス・サイモン条件が成り立つ。I-A がホーキンス・サイモン条件を満たすならば、
ここに R を入れる、入れた時になるやつ、こんな X ですね。と、こういうふうになる純正の X が必ず存在するということですね。こうなるような X を、まあ、XR と置きましょう。つまり、XR というのは、これが満たされるような X。XR はもちろん純正だ。こういうような XR というものが必ず存在するということです。実質ギニスベクトルも、純正のベクトルである以上は、それを純正産物として生産するような、純正の総生産ベクトルが必ず存在するということになります。でそうすると、この量辺、右からこの XR をかけるとどうなるかと、こうなりますね。で、I マンス A かける XR というのが R でしたから、これは PR 代替 WTR。こうなります。で、PR って何だったかというと、さっき、ありましたよね。PR って W ってことですね。なので、W 大体 WTR。で、W 消えますから、1大体 PR というふうになります。よろしいですか。で、じゃあ PR って何でしょう。R っていうのは、労働1単位の提供で、その報酬としてもらえる様々な財源ですね。で、T って何かというと、T は各財1単位。純生産するために直接観察に必要な投入量ということです。で、そうすると、この TR、まあ中身を書くとですね、要するにこれは T1、R1 足す T2、R2 足す T3、R3 で、ずっといって TN、RN ですけども、要するに、労働1単位を提供するとしてもらえるもの、R1、R2、R3、R4、RN までがもらえるわけなんですが、でそれぞれを作るためにどんだけ労働が必要かっていう、そういうことを表していて、結局これ全体が、労働1単位の、報酬として、入手できるもの全体を生産するために、直接間接に投入する必要がある労働ですね。ということ。つまり、どういうことかというと、労働者がいます。労働者が労働します。1単位の労働をしました。まあ1年でもいいし、ですから1週間でもいいです。1単位の労働をしました。で、そうすると、その1単位の労働の見返りとして、労働者は R というものを受け取ります。ということですね。これ中身が R1、R2、R3、Rn まである。そういうのを、詰まったバスケットですね。様々な商品が詰まったバスケットを結局入手するわけです。直接には貨幣賃金率でもらうんだけども、それで買うという。で、そうすると、これを作るために必要な労働というのは、これに T をかけたもの。TR。これだけの労働が必要なんだけども、これは1よりも少ない。1単位よりも少ない、例えばこれだけの労働を投入すれば、R というバスケットは生産されます。ということです。なので、残りが出ますということですね。これが、自分が受け取るものを、以外のことのために、労働者は働いている。自分が受け取るものを作るために必要な労働よりももっと余計に働いている。ということで、これ常用労働。常用労働をしているという。だつまり、労働の搾取がありますということですね。まあ、これが、マルクスの基本定理です。ということで、マルクスの基本定理が証明されましたということになります。で今、話の前提として、W って、もう1個だけでしょ。はい、つまり、すべての労働が、1種類であると。1単位あたり同じ W という賃金が、もらえると。いうのはお話の前提です。今の話はね。うん、で、これが労働に複数の種類があって、それぞれ賃金率が違うというようなことがあったときにどうなるかっていうのは、この後問題になった問題であって、で、一種労働問題とか、その時にもマルクスの基本定理が成り立つのかっていうね。そういうことは、一つ問題かな。うん。で、一応、何らかの、まあ、条件っていうか、言い方ですね。だから、搾取っては何か、搾取が存在するとは何かっていうことに対する、何らかの厳密な定義をすると、まあ、これはクリアするということですね。成り立ちますっていうこと。